なぜなに？ベクション第2回。今日はベクションの心理実験について話をします。お願いします。ベクションの科学実験には40年以上の歴史があることは前回お伝えしましたね。はい。それでは何が実験の重要なテーマだったか分かりますか？やっぱりどうすればベクションが起こせるのかということですかね。大正解です。どんな刺激がベクションを起こせるのかというテーマが繰り返し調べられてきたんですよ。例えば小さい刺激よりも大きい刺激でベクションが効果的に引き起こせるという報告、刺激の色数を増やすと効果的とする論文、赤色を使うのが良いという論文などがあります。早速盛りだくさんですね。メモが間に合わない。大丈夫ですよ。このベクションを起こすための刺激特性についてのあれこれは改めてそれだけをなぜなにベクション第3回としてお送りしますので。それは安心安全なシステムですね。はい。ベクションの科学論文は検索した限り350本以上ありますから、本当にいろいろなことが調べられて分かっているんです。論文にならなかった学会発表レベルの知見も合わせたら、本当にものすごく多くのことがこれまでに報告されているんですよ。すごいですね。ほんの一例を紹介します。例えばお酒を飲んでいるとベクションが強くなります。子供は大人よりもベクションが強いという報告もあります。反対に老人は20代の人に比べてベクションを弱く感じているという報告もあります。4000メートル級の山地をシミュレーションした環境、つまり低圧で低酸素な環境下ではベクションが弱くなります。無重力状態では反対にベクションは強くなるという報告もあります。他にもベクションに男女差はないとする学会発表もあります。また個人差がとても大きいことも分かっています。個人差の延長線上でなぜかは分かりませんが、20人に 1,2 名の割合でどんな刺激であってもベクションを全く感じない人がいることも分かっています。ベクションブラインドな人なんて言ったりしています。へえ、いろいろあって面白い。はい、ものすごい情報が蓄積されているんです。ですがここで非常に残念なことに、これらの知見が心理学者以外の人、例えば映像のクリエイターの人や一般の人々などに全然知られていない、伝わっていないんです。え、そうなんですか？という僕も全然知りませんでしたけど。ベクションが心理学の研究トピックだということさえも知られていませんね。アンケート調査の結果、89% の一般人はベクションという言葉さえも知りませんでしたね。ああ、そんな感じかもしれませんね。せっかく膨大な知見があって、それを利用すれば映像制作にも必ず役に立つんですから、これはとてももったいないことなんです。だからこの動画は一般の人と映像クリエイターの人にベクションを知ってもらうための導入教材になればと思って作っているんです。気軽に学んでもらえたらいいですよね。はい、気軽に学んでほしいですね。クリエイターの方たちは直感と試行錯誤でとてもいいベクション映像を実際に作られています。彼らにとっては直感さえあれば十分という面も確かにあるでしょう。ですが明文化されていて、すでに使えるノウハウが心理学に詰まっている事実は、彼らにとっても絶対に役立つだろうと私は信じています。この動画をきっかけにもっと知りたいというクリエイターの方はいつでもコンタクトを取ってきてくださいね。そんなわけで第2回はここで終了です。次回第3回はベクションを起こすための
刺激特性の検討を具体的に見ていきます。お楽しみに。